ブラウニーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。サムです。今日紹介するのはこちら、ロシア軍の、スリーピングシャツになります。特徴として今ね僕も着てますけど、白のスリーピングシャツではなく、当時のカラーでこういったちょっとオリーブグレーのような、非常に雰囲気のいいカラーが手に入りましたので、今日はこちらのシャツをですね、まああれこれとおしゃべりしていきたいなと思いますので、最後までどうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですね、シャツのお話ししていきたいなと思いますけども、ロシア軍のスリーピングシャツ、スリーピングはヘンリーネックと、まあ、いろいろ呼び名はあるかと思うんですけど、このですねシャツ、白のスリーピングシャツっていうのがね、結構お洋服、古着好きとかお洋服好きの方に非常に馴染みがあるミリタリーアイテムかなと思うんですけど、こちらはオリジナルカラーの、まあ、オリーブとグレーが混じったような、はい、お色になってます。着たことない方は、どういったシャツかなって、あの、まあ、見た目でね想像するに、まあまあまあこの2つボタンの、シャツ生地のヘンリーなんでしょって思うかもしれないんですけど、これね裏地が起毛してて非常に気持ちがいいんですよね。はい、あの着心地、肌触りがすごくとってもいいので、まあ、スリーピングシャツっていう響きも非常に似合うんですけど、透け感等は、全くなくですね、結構生地も、打ち込みのいいコットン 100% になってるので、最初はね少しこうゴワつきというか張りもあるんですけど、洗い込んでいくと、まあこう体なじみがいい、非常に着心地のいいシャツに、なっております。まあ、大体時代背景的には1970年代って言われてるこちらのアイテムなんですけど、決してあの、なんでしょう、寝巻き、ロシア軍の寝巻きというわけでもなくですね、まあ、こういったアイテムっていうのは当然、まあ、どうかな、日本で言うと身近にイメージ湧くのはあの消防士さんとか、まあ、あの軍隊の方もおそらくなんですけど、まあ、出動というか、それこう呼び出しがあった時にすぐに活動できるようにこちらを着て、まあ、就寝もすれば、またはこう、まあ、作業に準じる時もこれを着てると、なんかそういったイメージなので、寝巻き、パジャマシャツではなくてですね、まあ、単純にこう外に着てっても、まあ、ハードな環境でもインナーとして耐えうる、まあ、素材であったりとか質感っていうのはキープされてるのかなという印象ですね。まあ、単純に普通にこうファッションとして1枚で着ていただいても様になりますし、コートだったりとか、まあ、ちょっとこうレイヤードにするにもですね、あの生地にね透け感がないので、僕今あのロンティーの上にちょっと羽織ってるんですけど、なんかね軽い、そこまで薄手じゃないので、春先、3月だ4月だ、うん、あったかい日だったらこれ1枚でも過ごせるでしょうし、今みたいにね、これからまあ冬本番なんていう時は、この上にちょっと厚手のニットを羽織ってもいいし、なんかね、1枚あったら、まずこの汎用性っていうのは、皆さんのこうワードローブの中に活かしていけるんじゃないかなと。ね、中めくっていただくと、まあスタンプがね、ちょっとこういうちょっとベロみたいな感じで今縫い付けられてまして、これは白のタイプだとシャツにそのまんま、ロットとか詳細打ってあるんですね。で今ですね、僕の手元にあるのは 54-4 って書いてあります。でこの 54-4 ってはサイズですけれど、通常白だとちょっと大きめなんですけれど、このねサイズが結構肝で、正直そんなに
このオリーブグレーの54っていうのは大きくは感じません。一般的にはおそらく50とかその下の46なんていうサイズを選ばれる方もいらっしゃるのかな、華奢な方とかね、小柄な方も。ただ、着方だとは思うんですけど、僕は白だったら50の4でちょっとゆったりめなんです。ただこちらだと54の4で全然こうダボつきもなく本当にいいサイズですね。はい。なのでどうかな、170cm、170cm 前半ぐらいの方は54の4っていうサイズを選んでいただけると結構安心というか、はい、いいサイズ買えたぞみたいな感じかなと思います。ただですね、個体によってちょっとばらつきもあるのがこのスリーピングシャツの一つね、まあ癖というか、異常にサイズぶれることはないんですけど、やっぱり袖感とかね、結構違うのかな。50の4っていうのと54の4で、例えばですけど肩幅、袖丈、着丈もほとんど変わんない。で身幅が、まあ、確かに50の4がちょっと気持ち小さいかなぐらいでした。はい。なので今うちのお店は54の4に、今サイズ統一して、お店の方でちょっとね、在庫持つような形になってますが、こちらはですね、結構激レアさんなので、売り切れてしまうと、まあ、次回入荷っていうのは、おそらく見込めないんじゃないかなと思っております。なので、この機会にぜひ、まあ1枚でもね、よく言うと2枚あっても全然困りません。はい。むしろ、2枚買い結構必須かもしれないですね。これうちのオンラインストアの方に、今アップ したのかな、はい、アップしましたので、概要欄からねチェックしていただけると嬉しいです。着用動画この後いつも通り残してありますので、そちらもぜひご覧ください。では今回もご視聴、ご覧いただきありがとうございました。